騙されてる。はい、それというわけに金子でございます。お名前どうぞ。あ、平野と申します。平野さん、平野さん、はい、お困りの症状は何ですか？一番根本は股関節痛ですね。根本は股関節、変形症、股関節変形性股関節症ですね。はい、そうです、ね。はい、靴下、靴が履けない、履きづらい、履きづらい、はい、全く上がらないので、全く上がらない。今日ちょっと痛み止め飲んでるので、ま、上がるんですけど、うん、通常だとちょっと厳しいですね。結構で、じゃあ平野さんはその股関節痛くなったのは、はい、何年前？母もちょっと股関節、人工股関節入れたりしてて、人工股関節、ね、はい、やっぱりやってたんですね。親子なのでいつかはなるかなと思って、やっぱりたまに痛かったのが5年ぐらい前に階段落ちたんですよ、ドンって、お尻から。でそれ痛くて整形行ったんですよ、うん、したら骨折とかしてないけど、あ、まあ、ちょっと股間が浅いかなと、はまりが、球外がですね、はい、股関節の骨がはまってる方ですよね、うん、はいはいはい、甘いかな、浅い、浅いかなって言われてて、うん、やっぱりそれからなんとなく痛みがどん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 出てくるようになって、うん、最近はもう毎日、うん、股関節症といえばもうこの YouTube でも、はい、まあ、ナーさんね、大好きな、それ見て、はい、これだと思いました。あれはこれだと思うよね、皆さんね。 あれはもう感動です。ああなったらいいな、ね、感動と可能性を感じました、感じました、感じました、ね、あれからうちの銀座にはもう股関節症ってこんないっぱいいんのってぐらいものすごい来るんですよ。股関節症の人ってね、多分おそらくね、原因があるんですよ。そもそも何かで自爆してるんですよ。自爆、要は勝手に起きた病気ではなくて、はい、その症状になってしまうような習慣があるんですよ。私なんでこう痛くなったのかしら、実はその理由があって、その理由をちゃんと皆さんには今日お伝えしながらやっていこうかなと思います。股関節が多すぎる、オペとか薬とかじゃない方法で治したいって思ってる人は行く病院がないんですよ、これ。そうでしょ、ないです。行く科がないんですから整形外科でもちょっと違うんですよね。そうでしょ、オペしましょうしか言わない、うん、そうですよね。じゃあそうなると、そこの専門のところって今のところないので、はい、そう考えると、まあ、理学療法学という学問、リハビリテーション医学というところが一番今のところは有効だろうと思うし、その中でもいろいろな流派があるんですよ。流派があって、私神経ですから、あなた神経だろ、ディーンってなるわけですよね、はい、それがディーンってなるのかどうかやってみます。なりたいです、なりたいです、はい、なんか心中複雑ですけどやっていきましょう。自分の力だけで上がれるところまでで上がって止まって、はい、はい、OK です。はい、立ち上がって、え、立ち上がる、立ち上がる、無理です。手使っていいから、手ここ使っていいから、うまい、いい絵が撮れました生まれたての鹿みたいな。そうです、そうはい、後ろで、これ今痛いんですか？今日薬飲んでます。痛いことは痛いです。痛いことは痛いけど、はい、薬飲んでる、はい、ね、分かりました。右膝を上げてください。右膝上げる、もう上げるってこと、もう待ってて、下ろして、もう一回上げて、ああ、もうこれだね、今度体がね、こうなってるんですよ、はい、あ、はい、あ、はいあ、こうやりやすいでしょ、これは、はい、これやりやすいんです、はい、これやりにくくないですか？あ、これ無理です、やりにくいです、はい、という体なんですよ。だからここに問題があるので、ここが詰まってる感じ、はい、これ耳は大丈夫、うん、い、痛いです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 、はい、じゃあ開けて、これやられるでしょ、ね、痛い、痛い、そうです、やる、あー、痛い、痛い、痛い、本物の方が痛い、あ、そうそうそう、あ、でもこれですね、結構半分やりました今まで。あの昔、顎関節やったことあるんです、噛みしめ、食いしばりで、ね、はい、軽くして、これまっすぐにこれ戻してもらいます、はい、戻す、 OK、 戻す、 OK、 軽く吸って、だらんですよ、おやった、いや、塩川先生じゃないですよ、今ね、今ポキってなりました塩川先生、真似してるわけじゃないですよ。これ足を上げると、僕の触ってるこの背中、はい、背中がモリモリモリってでかくなるんですよ、圧迫されてる証拠なんですよ。その神経が圧迫されてるから、ここが膨隆って言って大きくない、なのでそれはここにあると、
どうしたんですか。痛いのは分かってたけど痛い。ぐはー。ぐはー言ってますよ。うるせえな、ポキポキ。それ、スピンエスのレンさんでも言われました。ポキポキポキ、うるせえってな、これ。窒素化合物だ。そして。痛い1個だけここにあるんですよ。これ痛い。もし痛かったら耳たぶ揺らしてください。揺らしてます。いや、耳たぶだけを単独で揺らしてないと分かんないですよ。あ、揺らしてます。股関節の人の原因何かっつうと、大腰筋の活動性の低下なんですよ。そうするとこの筋肉の後ろに大腿神経とか神経があるんで、それを圧迫しちゃうんですね、これ。なので大腰筋の筋肉、じゃあどうやってテストするかっていうと、ちょっとだけ外股にして、この内くるぶし、ここを支点にして足上げてみてくれる。せーはい、これが弱いんですよ。反対ね。せーはい、こっちまだ入るんですよ。左右差があるんですよ。こっちはせー、はい、力が入る。でもこっち側は、はい、どうぞ。入りにくいでしょ。ならこれをちょっと強化します。股関節ここですよね。はい。強化のあなたの股関節はここです。おへその。はい、そうです。と思っていただいて、ってことは足を上げるってことは、ここも足なので、こいつまた上げるってことですね。でね、骨的には首をちょっと顎を引く方に力入れる。そう、ここに力を入れると足上がります。せー、はい。上げて、ほら、入ったでしょ。あ、入って。せー、はい、上げる。首に力入れて、ほら、入るじゃない。はい、あと3回。1!オッケー、くるぶしに集中して、はい、2、せーはい、顎、そう上げてちょうだい、頑張って。オッケー、こうすると力入ります。入りますよね、はい、力入ったところの筋肉っていうのはそこに血液が流入するので体積がこう変わるんですね。そうすると圧迫されてた部分から離れていくわけですよ、筋組織が。3、2、1、どうぞ。おー、いいんじゃない。上げやすいんじゃない。どうですか。上げやすいでしょ。上げやすいです。せーはい、いけ。ちょっとやれば、あ、まあいいでしょ、いいでしょ、いいじゃない、さっきよりいいじゃん。ちょっとはついたけど、でもさっきのと比べると全く違いますよね。力の入り方違うじゃないですか。違います。はい、普通に歩いていいですよ。せー、はい、どうぞ。あ、どうですか。楽です。楽。おー、足前に出すのが楽ちん。おー、やった。いいじゃないですか。いいじゃないですか。肋間神経、もしくは肋下神経ってあるんですけど、ここにそこの緊張がめちゃめちゃ強いんですよ。この時ギュッてお腹全体斜めに走ったんですよ、緊張が。ってなので、そこの緊張が原因じゃないかなって僕は予測するので、今後はその肋間神経をメインに、集中的にやって、もう多分正常な歩き方とか、例えば足の上げ方って忘れちゃってるんですよ。あ、頭ないですですよね。はい、それをもう一回繰り返すリハビリテーションしたらば、股関節症から卒業です。どうですか、今の感想は。早く卒業できるようにちょっと頑張りたいです。そうですね、はい、やれば治るってことは分かったじゃないですか。はい、うん、ですから、やることと、やる順序と、はい、やる期間をね、しっかり守っていただければ、はい、お薬と同じことですから、はい、効果出てくると思いますので、頑張りましょう。ありがとうございました。はい、よかったです。はい、ストレッチ音楽に金子とあ、平野でした。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。卒業しよう。イエーイ。はい、金子たらしでございます。いつもご覧になっている方、ガチ検証やってみたいでしょ。ご自分のうちでガチ検証ができる本が出ました。いつも僕がやっている神経系ストレッチ、それをセルフでできる方法が載ってます。五十肩、腰痛、膝痛、股関節痛、いろんな症状あるでしょ。これを見て自分でガチ検証してみて、その効果が実感できます。ぜひどうぞ。金子たらしのインスタグラム毎日更新中、フォローしていただければ金子たらしの銀座でやってるリアルなストレッチ結果が見れます。ぜひご覧ください。それでは。